にか犯罪心が完全に復活する前に間に合ったですね。犯罪心のせいでなんか人数が減って寂しくなっちゃったね。バカ、余計なこと言うんじゃないの。ティアちゃん、私は平気です。マジコンヌ寝てるですか？チャンスニュー、今のうちに倒すニュー。なんか卑怯じゃない？寝てる方が悪いのよ。それに正々堂々なんて言ってられる相手じゃ。あ、もうダメかも。女神か。はい、あなたを倒しに来ました。片払いたい、たった一人の女神だ。絶対に勝ちます。他のみんなの分まで私が。たった一人の家で女神抹消すべき存在。不完全な体なれ、貴様の相手には十分だ。悪いけど見過ごすことはできない。任せてください。刮目してください。女神ネスギア、ここに参上。女神の祝福をこのターンで決めるわ。オプション展開。聞かせてあげる、僕の歌を。これがファイナルステージ。焦らずに行こう。まだまだです。よっ、逃がさない。このターンで決めるわ。そこね、やるしかないんですね。手加減しません。ラジカルテイカー。この程度、思いっきりいくよ。いくよー、インファナルブロー。このターンで決めるわ。うかつね、逃げられると思ってる。さて、誰にしようか。はっ、竜王連覇。聞かせてあげる、僕の歌を。いくよー、ディメーションブレイカー。女神としてみんなを守りたいんです。決める。そこね、逃げられると思って。僕の番だね。いや、ガンガンいくよ。さて、誰にしようか。キル、竜王連発。いや、私の番ね。避けられる想像命令。もう迷いはありません。エクストリームラッシャーオーバードライブ。この一撃で決めてみせます。ステージの途中なのに終演の時。次は誰だ。これを。ありがとう、助かったよ。このアイテムならありがとう、助かったよ。お前もアイテムを使うね。助かった。やるしかないんですね。スティームラッシャーオーバードライブ。この一撃で決めてみせます。変わりはいくらでもある。やっぱりやったー。レベルアップ。なかなかやりおる。だがこれだけ攻撃しても倒れない。ネプギア、あの剣を。うん、その剣はあなたを倒すための武器です。そうか、貴様、他の女神を犠牲にしたか。だったらどうだって言うんですか。何人の女神の命を奪った。そうです、私以外は全員。だから私は絶対に負けられないんです。面白い、実に愉快だ。ならばその力を我にぶつけてみるがいい。なくても、はあ。抵抗せずに受け止めた。なるほど。我を倒すには十分な力だ。貴様の勝ちだ。どうしてそんな。まるで自分から負けるような。この世界はもはや我が滅ぼす必要はない。誰に滅ぼされることもなく。そんなこと、あなたがいなければ滅びたりなんかしません。ただ一つの国、ただ一人の女神、滑られた世界は、そう、一切の争いのない平和の。何がいけないんですか。平和な国がなんで滅びるんですか。争いのない世界に競争は生まれず、そこには発展も成長もない。暮らす人間どもは漫然と平らな日々を過ごし、やがて衰退していく。そんなことにはなりません。私が女神でいるうちは絶対に。貴様が女神でいるうちは我はもと形のない存在。消えた。やったー！私たちの勝ちだよね。これで悪は完全に滅んだんだよね。よかったです。これでネプネプや他の女神さんたちも犯罪神の言ったことを気にしているのかにゅ。いえ、そうじゃないんですけど。敵の言うことを真に受ける必要なんてないわよ。さあ帰りましょう。犯罪神が滅びたって世界中に教えてやんないと。はい、そうですね。私たちが犯罪神と戦ってから10日が経ちました。ネプギアさん、そろそろ準備はよろしい？はい、大丈夫です。本当ならもう少しゆっくりさせて差し上げたいのですけど。そんなこと言ってられませんよ。犯罪神と女神の両方が一度に消えて、まだ国中が混乱してるんです。だから私が頑張らないと。そうだね。唯一の女神が姿を見せなければ、いつまでも民衆は落ち着かないだろうね。レイさん、来てくれたんですか？すでに亡くなったとはいえ、他国の代表は誰も顔を出さないんじゃ、いささか寂しいかと思ってね。他のお二人は？ルビーの教祖はまだ心の整理がつかないそうだ。リーンボックスに至ってはあからさまに拒絶をしていたね。ですか。まあ彼女たちは女神が消えた経緯を知ってしまっているからね。詳しい事情を知らない民衆はすぐに新しい女神を受け入れると思うな。もっとも君自身は国民を騙してるようで居心地が悪いかもしれないけどね。そんな言い方をなさらなくても。いいんです。わざわざ来てくださってありがとうございました。これから君が作る国に期待させてもらうよ。一市民としてね。4つの国に分かれていたゲーム業界はプラネテューヌ一国に統一されました。そして私はこの国にいる唯一の女神として、これから国中を巡る仕事をしなくてはいけません。あ、まだいた。間に合ったみたいね。IF さん、コンパさん、来てくれたんですか？はい、今日を逃したら次はいつ会えるかわからないですから。お二人ももう行っちゃうんですね。もう長いこと自分の仕事をほったらかしにしてたですし。レッドもブロッコリーも 5PB ちゃんもそれぞれのところに帰ったしね。そうですよね。なんだか寂しくなっちゃいますね。もうそんな情けない顔するんじゃないの。ダメですよ。ギアちゃんはもう一人前の女神なんですから。これ、はい、すみません。最後まで心配かけちゃって。さて、それじゃあそろそろ行くわ。あんたも頑張ってね。行っちゃった。これからは本当に一人で頑張らなきゃいけないんだな。ゲーム業界の人たちはまだ多くの戸惑いを抱えています。やっと帰ってきた女神が再び消えてしまったこと。急に自分の住んでた国がなくなってしまったこと。そして犯罪組織がなくなって不満を抱えてる人も。ただ一つの国、ただ一人の女神に滑られた世界。そう、一切の私はこの国を平和にしなくてはいけません。誰に頼ることもなく、たった一人で。それが私の選んだ方法だから。まだあの時犯罪心の言った言葉が頭のどこかに残ってる。争いのない世界に競争は生まれず、そこには暮らす人間どもは漫然と平らな日々を過ごす。そんな世界には絶対させない。その思いは今も変わりません。でも、もし人々というものが犯罪心の言う通りだったら、もし私の選んだ方法が最初から間違っていたとしたら、そんな不安が少しずつ私の中で大きくなっていく。